杉並区内で詐欺被害が多発しています。阿佐ヶ谷北に住む80代の女性は預貯金詐欺の被害に遭いました。今月13日、銀行員をかたる女からあなたのカードで買い物をした人がいると電話がかかり、そして銀行協会と称した番号に電話をすると偽造カードで買い物がされているとし、嘘の内容が伝えられました。その後、新しいキャッシュカードを届けるとして自宅を訪問した男にキャッシュカード4枚を騙し取られ、銀行口座から180万円が引き出されてしまいました。また高円寺北に住む70代の女性は詐欺等の被害に遭いました。今月16日、百貨店をかたる者からあなたのカードを使って時計を買った人がいる、警察に通報したが犯人に逃げられたなどと電話がありました。その後、女性はカード犯罪対策室の担当者として自宅を訪れた男にキャッシュカードとクレジットカードをそれぞれ1枚渡してしまい、200万円が騙し取られました。警察官や銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを封筒に入れさせたりすることはありません。少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず、必ず家族や警察に相談してください。